中村アイオンは日本の元フィギュアスケート選手。2010年アジアンオープンフィギュアスケーティングトロフィー優勝。1993年12月2日仙台市で生まれる。5歳から長久保博のもとでフィギュアスケートを始めた。2004年12月にホームリンクのコナミスポーツクラブ戦スケートリンクが閉鎖され練習場所の確保に苦しみながら 2005から2006シーズンの全日本のオビス選手権 A クラスで優勝。2006年4月からは親元を離れ、名古屋に拠点を移した長久保の自宅に住み込んだ。2006から2007シーズンには全日本ジュニア選手権で4位に入った。2007から2008シーズンからジュニアクラスに上がり、ISU ジュニアグランプリに参戦。国内では、 西日本ジュニア選手権で優勝したが、右股関節を痛めたため全日本ジュニア選手権を欠場。2008年秋に、名東 FSC の角田有子コーチのもとへ移った。2008から2009シーズンは、全日本ジュニア選手権で4位となり、全日本選手権では9位だった。2010から2011年シーズンのアジアフィギュア杯で優勝。 2011から2012年シーズンをもって、高校卒業と同時に引退した。2018年シンガポールを拠点とする客船、ボイジャー・オブ・ザ・シーズナイのスケートショーに出演中。ありがとうございます。